さて、本日は NMN を中心とする健康長寿社会の未来、人生100年時代へのソリューションを探ると題しまして、アメリカ・ミズーリ州セントルイスにあります、ワシントン大学医学部教授でいらっしゃる、今井慎一郎先生よりお話を賜ります。どうぞ大きな拍手でお迎えください。今井先生、どうぞ どうも皆さんこの講演会にようこそいらっしゃいましたただいまあのご紹介に上がりましたように私はあのアメリカのミズーリ州セントルイスというところで、えー、研究室を主催しております2001年からおりますのでもうかれこれ22年間セントルイスに今日定めてですねこの老化寿命のメカニズムの解明ということを目指して研究をしてまいりました で今日はですねこの NMN を中心とする健康長寿社会の未来人生100年時代へのソリューションを探るということでお話しさせていただきたいと思うんですけれども最新のデータをあの満載する形でお話しさせていただこうと思います。最近日本でもです、ね、やはり老化 および寿命そそしてそれにににまつわる研究にですね非常に大きな興味が持たれるようになりましたただ非常に種々さまざまな情報が飛び交っている状況ですので私はあのやはりサイエンティストの立場からですねなぜそのような結論が出るのかなぜそのような情報が重要なのかということをですねサイエンティストが実際見ているようなデータをですね皆様に見ていただいてお話しさせていただきたいと。 いうふうふに思っておりますですのであの多少難しい部分もあるかもしれませんけれども、まあ、そういった部分はですねあまり深くお気になさらず聞いて頂いければというふうに思っております。でですね今日の主題なんですけれどもフレイルって何フレイルという言葉はですね最近やはりあの新聞あるいはメディア等々でですね非常によく見かけるようになった言葉です。一体フレイルってて何を意味しているのか とということなんですが実はですねこのフレイルの定義というのは非常に難しい言葉で、えー、書かれておりまして最初のものは、えー、私も実はお世話になっております、えー、国立超重量研究センターのの理事長の新井秀先生私がこの荒井先生の,あの理事長特任補佐を務めてるんですけれども加齢に伴うさまざまな機能変化や予備能力低下によって 健康障害に対する脆弱性が増加した状態ちなみにですねこの2018年の日本老年医学会の定義はですね要介護状態に至る前段階として位置づけられるが身体的脆弱性のみならず精神心理的脆弱性や社会的脆弱性などの多面的な問題を抱えやすく 事実障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスク状態。要するにですね、平たく言うと、年をとってきてですね、まあ私たちの体は、さまざまな環境からの刺激、あるいはまあ侵襲、そういったものを受け取って、それに抵抗するんですね。ですけれども、この時間の経過と,とともに私たちの体の機能、もしくは心の状態、そういうものが弱ってくるために、そういうこの環境の変化に対応できなくなってしまう。 それがまあ脆弱性という弱ってしまうっていうことなんですけれどもその結果ですね健康に問題がが起こってきますよ、それがフレイルなんですね。であのこれは実際のその医学的なまあ定義なんですけれどももうちょっとなんかこう簡単に分かりやすく説明しているものはないかなと思って探したところこれはですねこの「介護健康福祉のお役立ち通信」っていうサイトがありましてそこにあの掲載されていたものですけれども。 あのフレイルにはですね実際この身体的フレイル精神的フレイル社会的フレイルこの3つがありますでこの身体的フレイルというのはここに、えー、書かれておりますようになんか力が出ないぞとあるいは動けないあるいは食べられないそういう状態ですねそれが身体的フレイルですで精神的なフレイルっていうのはもう何をするのも気だるいですとでもう気合いが入りません でもう生活してても張り合いがないっていうこう精神的な心の状態がですね結構この低いトーンになってしまっているそういうものがですね精神的なフレイルなんですね。でこの社会的なフレイルはですねあんまり人と付き合いたくないなと一人で食事をしてる方がいいなでうちから出たくないなっていうのはこう社会的なインタラクションがまあないような状態そうなってしまっている状態をですね社会的なフレイルと言います。で この身体的精神的社会的なフレールっていうのはこれ完全に別にできるようなものではなくてですねこの3つがですね非常にこう例えば身体的なフレールが起こって体が弱るとですね当然なんかやる気も起こらないし外に出たくもなくなるわけです。で逆になんんんかこここううう精神の状態がですねやっぱりこうだんだんこう うちにずっといると体が弱ってきて身体的フレイルになるっていうような感じでですねこの3つはですね非常に深く関係していますで実はこれがですね2012年に全国高齢者パネル調査「ウェイウェイトっていう調査結果をまとめたものなんですけれどもここで日本人の高齢者のフレイルの割合はですね平均で8.7%なんです。 ところがよく見てみるとですね成功到底でして例えば沖縄とか九州とかここはフレイルの人10.7% 10. で北海道や東北地方はフレイルの人5.7%っていうことでこう西のの方方ででで多くて東の方で低いんですねところがそのフレイルになる前のちょっと弱ってるけど完全にそのフレイルと呼ぶにはまだ十分じゃないような状態の方がですね平均で40.8%。 いらっしゃるとでこれを見ると今度は西がちょっと低くてですね東が高いだけど実はですねこのフレイルとプレフレイルの人の割合を足すとですね大体5割くらいになるわけですけどもこの数字はですね日本全国同じくらいなんですでこれ考えてみてくださいこう人口のですね高齢者の方の半分近くがもうフレイルかフレイルと呼ぶ前段階の状態にある。 でこれはですねかなり深刻な状態になりつつあるわけですだからこのフレイルっていう言葉がですねメディアやニュースでまあよく見るような、えー、状況になっているというわけですねでどうしてそんなに深刻になってきたかこれはもちろん日本の人口動態が深く関係してますこれはですね1970年の人口の分布ですね左側が男性右側が女性ですけれどもこのように三角形になってます でここに突出してきてるのがこれが第一次ベビーブーマーですねまあ私もこの,この第一次ベビーブーマーの最後の方だと思いますけれどもでここに突出しかかっているのが第二次ベビーブーマーになりますでこれがですね2010年になると当然競り上がってきてですね人口の,この分布がですね樽型にこうなってくるわけですでさらに2050年になりますとこれがさらに競り上がって まあ逆三角形くらいになってきますでなんとですねこの65歳以上のお年寄りそもそもこの65歳でお年寄りって言っていいかどうかっていう問題が、まあ、根本的にあるわけですが65歳以上の方がで,ですねもう人口の約4割を占めるようになるっていうことですね。で先ほどですね高齢者の半分くらいがもうすでにフレイルあるいはそのプレフレイルという状態だっていうことになりますとこの人口のですね およそ半分あるいはこの2050年にはそれ以上の方々がフレイルというような状態に陥ってですね要介護状態に落ち込む可能性が高い状態になるわけですでこれがですねやっぱり非常に大きな社会問題として捉えられているというわけですね。でじゃあこういうういいい問題にどうやって対処すればいいのかということなんですが私が強調しているコンセプトがあります。それがプロダクティブエイジング なんですねでこの言葉自体は私の造語ではありませんであのアメリカの NIA というナショナル・インスティテュートィオン・エイジングという、えー、研究組織の初代所長でいらしたロババート・バトラー先生が作られた言葉ですでこれはですね私たちがまあ年をとった時にですねできる限り健康でいられるようにするこれはもう当然のことなんですがそれと同時にですね私たちの,この個人の生活をフルに楽しむ上でも そしてさらに社会に貢献し続けていく上でもですねプロダクティブであり続けるそういう老後の生活を実現するそれがププロダクティブエイジンングというコンセプトになりますですから私たちこう老化や寿命を研究しているサイエンティストはですね何もいたずらに人の寿命を伸ばすことを目的にして研究しているわけではないんですね。 究極的にはこのプロダクティブエイジングを実現するということを目的として研究をしていると言って過言ではないと思いますでこのプロダクティブエイジングを目指してですねまあ私の研究室においても老化寿命のメカニズムというものを解明しようと努力を続けてまいりましたでこのプロダクティブエイジングという言葉ですが実はですね日本語ではもっとわかりやすい言葉がありますそれはですね ピピンピンコロリなんですねこのプロダクティブエイジングを実現するっていうとなんかこうちょっとしかめつらしい感じはしますが簡単に言うとですねこのピンコロ人生を実現すするとということになりますただ残念ながらですねオックスフォードディスクショナリーにこのピンコロっていう言葉がないのでですからまあプロダクティブエイジングっていうわけですが、まあ、日本の方々の場合はですねこのピンコロ人生を実現するために頑張ってるんですっていうふうに説明する方がですねもっとわかりやすい。 ということになります。じゃあどうやったらピンコロ人生を実現できるのか。要介護にならずピンコロになるにはどうしたらいいか。ということですね。ここでまた身体的フレイルの問題に戻りたいと思います。当然その体がまあ動かなくなってくるについてはですね筋肉の働きが落ちてくるのが非常に重要な問題になっているわけです。で実際ですねこの身体的なフレイルをまあ特徴付ける病態。 それがです、ね、ここにあるサルコペニアと呼ばれる状態なんですねでこのサルコペニアという状態は加齢によってですね私たちが持っているこの骨格筋ですねこの筋肉の量が低下する骨格筋の量が低下するでそれに伴って当然その筋力が落ちるでさらにですねその筋力が落ちることによって体の身体的な活動がまあ落ちるこういった状態をサルコペニアというふうに呼んでいます で一方ですねこの日本の整形外科学会が2007年に提唱した用語としてロコモーティブシンドロームという言葉がありますまあおそらくですねこの中の皆さんの「ロコモ」っていう言葉をお聞きになったことがあるかと思うんですがロコモっていうのはこの「ロコモーティブ・シンドローム」のこの最初のここの部分だけを略して呼んだものですね。でこれはですねさらにちょっと広い概念でして。骨格筋だけじゃなくてその その筋肉がくっついている骨とかですねその関節あるいは人体ですねあるいはこの私たちの背骨ですね脊椎その中にある脊髄あるいはその先ほどもあのお話した筋肉あるいは腱そしてそこに来ている神経そういったですね運動器っていうんですけれどもそういうもののそう,そういうですね運動器に障害が起こることによって日常生活の動作に支障が発生しているそれをロコボモティブ・シンドロームと呼ぼうじゃないかと。 いうふうふに提唱されたわけですじゃあどうやってこんなことが起こるのかということが問題になるわけですが実はですねよくわかってないんですねこのなんでサルコペニアになるのかっていうのは非常に研究が盛んに行われてるんですがそののの本当の原因はこれだだといいうものがまだよくわかってないただこの加齢がですね一次性の,そのサルコペニアにとって最も重要な要因になっているということは分かってまして。 例えば加齢、ね、によってサルコペニアが起こるにあたってはですね、まあ、ホルモンの変化があるあるいは筋肉細胞が死んでしまうあるいはですね筋肉の細胞の中にあるミトコンドリアという,こうエネルギーを作り出す小器官があるんですけれどもその機能がまあ落ちてしまう、まあ、このほかにも膨大な量の分子生物学的な解析がまあなされてるんですけれどもじゃあどれが主要な原因かということがやっぱりまだよく分かってないんですね。 でまあその他にもですね、いろいろ内分泌、このホルモンの変化がですね、このサルコペニアを引き起こします。その他に神経そのものがですね、変性する、ダメになってきたりすると、当然筋肉も萎縮してこのサルコペニアが起こってくる。あとは栄養不良、栄養不良、あるいは吸収不良といったようなもの、それから癌で起こる病態で過ヘ性スヤというのがあるんですけれども、その時にも筋肉のが落ちてしまうっていうようなことが多々、 起こってくるわけですで特にこの一時的な原因としてこの加齢によるサルコペニアなんですけれども大体もう30歳頃から始まるで年にですね0.5から1%ぐらいずつ筋,量が筋肉の量がですね落ちてくるこれが25歳のです、ね、この足の筋肉の断面になるんですけれどもこれでびっしりこう筋肉がこう詰まってるわけです。 それが63歳になりますと筋肉がこんなに少なくなってですねこの周りにこう脂肪がこう取り囲むような形になってしまうわけです。でこれをですね防ぐ方法っていうのがあ,の実はあまりないで。サルコペニアはです、ね、この実際年に、 国際疾患分類っていうのがあるんですね。ICD っていうのがあって、そこにちゃんと登録されて、サルコペニアっていう病態が定義はされたんですけども、そのサルコペニアを治療したり防いだりする方法っていうのがですね、例えば食事療法であるとか、運動療法であるとか、そういったものしか、まあ、ない。しかもそれらはまあ完全ではないんですね。ある程度は効くけど、その完全にサルコペニアを予防したり抑えたりすることはできない状態なんです。で、 ここのサルコピニアが起こってくるためにですね、先ほどの身体的フレイルが起こるで筋肉が弱ってしまいますからだんだん動きがたくなってそれでこうまあこういうことがですね問題になってきている中でこ,のここ近年の老化寿命の生物学の進歩っていうものはもう目を見張るものがあるんですけれども。 その中でたくさんのことがまあ分かってきてるんですがその中の重要なものの一つにですね実はそれがですね老化として捉えられるこの機能の低下体の変化をですね、まあ、引き起こすんだということがこの分野のコンセンサスになってきました。 で、この nad っていうのはですね。ニコティナ、マイド、アデニン、大ニュークレタイドっていう長い名前の物質です。で、この nad はですね。全ての生物が生命を営むために必要としている重要な物質です。それが減ってしまうんですね。ですから、当然その nad が減ってしまうことによって、私たちの体の様々な臓器が十分機能できなくなる。それが老化という状態を生み出していくということが。 まあ分かってきたわけですでこれはですね、まあ、2009年にあの私がまとめて出した創設の中から取ってるんですけれども「ロバストネス」っていう言葉これは実は工学用語ですけれどもその環境からの刺激や侵襲に対して、えー、きちっと対応してですね私たちの体の機能がある一定の状態に保つための能力をですね ロバストネスっていうんですけれどもこれがですねだん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 落ちて変化して最後に崩壊して死に至るですから老化の本質というものはその今申し上げたロバストネスという言葉を使う使いますとこの生理学的なロバストネスが変化して崩壊していくそういう過程だというふうに捉えられるでそれがですねエネルギーの減少によってまあ引き起こされるということなわけです だととするとです、ね、非常に単純に考えてじゃあ NAD を保てば私たちの体の機能を保つことができるじゃないかということになってきたわけですねそれが今世界でですね NAD ブースティングという言葉で呼ばれる方法論になって盛んに研究されているわけです。要するに NAD をを保つ方法を えー、編み出すことによって私たちの体の中の NAD のレベルを保ってあげるそれによって体の機能を支えるとということですねでそのために使われる物質でしかも高老化物質のまあ非常に有力な候補として最近大きく着目されるようになったのが NMN ニコティナマイドモノニュークレルタイド呼ばれる物質です。この NMN NAD によってです、ね、N を保つ という方法ですね。NAD ブースティングを行うということが、さかに研究されるようになったわけです。で、ここでですね、私たちの体の中でどうやって NAD が作られるのかということをちょっとご説明させていただきたいんですが、実はですね、えー、私たちの体の中で NAD はですね、このビタミン B3、えー、物質の名前としては、ニコチンアミドと呼ばれる、えー、物質からあ作られます。もし、マルチビタミン剤を,を飲んでいらっしゃる方、 もしくは飲んでらっしゃらなくても、ちょっと薬局とかですね、そういうところに行かれた時に、その瓶のラベルを見ていただきたいんですね。そうすると、そのラベルのところにですね、おそらくナイアシンとか、ナイアシナミドって書いてあると思うんですが、それはニコチンアミノのことです。要するに、NAD を合成するための出発物質が、マルチビタミン剤に必ず入ってます。で、その最初のステップをですね、司さどっているのが、ここにお示しました、ナン PT と。 呼ばれる酵素になります。これは実はですね。ニコティナマイドフォスプライブシルトランスプレースってこれ？また長い名前の酵素なんですが、この名前そのものを覚えていただく必要はありません。何 pt というふうに略称で読んでおります。で、この何 pt がですね。ニコティナマイドという物質から、この非常に世界的に有名になってしまったと言いますか？有名で研究されている。このニコティナマイドモノニュークレタイドを作り出す。 で、この NMN はですね、次の酵素 NMN アデニルトランスフレイスってこれまた長い名前ですが、その酵素によって NAD という物質に変換されます。ですから NMN はですね、ワンステップで次の NAD に変換される、そういう物質なんですね。いわゆる中間体と呼ばれます。で、この n p t t の量を増やしてやるとですね、細胞の中の NAD が増えて、そしてこの NAD を使う重要な酵素、 の一つにですね、サーチウィンと呼ばれているファミリーがあります。例えばそのサーチウィンの、えー、一つであるサーティーワンと、まあサーティーワンからセブンまで哺乳類にあるんですけれども、このサーティーワンの、えー、酵素のですね働きが強まるということが起こるということが分かってきたわけです。これはもうあのすでに2004年にあの私の研究室で明らかにして発表した内容になるので、もう19年も前になりますが、要するにナンピーティーという酵素が 私たちの体の中で NAD の合成を司っている。そして NMN という物質を作り出して、それが NAD に変換されると、それがサートインの働きを強めるという形になっているということが分かってきたわけです。